石井美香の心をつなぐ職場作り、略してココツネ。こんにちは、川西由美子の心をつなぐ職場作りのコーナーです。略してココツナと覚えてください。このコーナーではメンタルヘルスの専門家である川西由美子さんが心理的見地から新しい切り口で職場作りのアドバイスをいたします。私はアシスタントの大川あこです。どうぞよろしくお願いいたします。さて川西さん、川西さんは 6S を提唱されております。川西さんの提唱する 6S とは一体どういったものなんでしょうか？はい、あの 5S っていう言葉、あこさん聞いたことあります？あまりご存知ね、はい、あのオフィスワーカーではあまり知られてない言葉かもしれませんけれども、あの大量生産をね、日本が始めても70年ぐらい経つんですけれども、その70年前から職場は 5S と言って、整理整頓清掃清潔しつけっていうんですけれども、そのことをねしっかり守って、であの会社生活をするとより良くなるよっていう、まあ、標語みたいな言葉があるんですね。ですからものづくりの現場に行くと、その 5S っていうのが壁に貼ってあって、みんな朝読んだりしてるような状況なんです。想像してみて、整理されてる、例えばパソコンの中が整理されてたらどんな状況ですか？はあ、そうですね、まあ、朝から結構すがすがしい気分で仕事に挑みますね。で、あの例えば欲しいデータがねバラバラしてたらないけれども、はい、ちゃんとデータが管理されていたら欲しい時に欲しいのができたりとか、やっぱり整理整頓ってすごく必要ですし、あとはね、きれいにしてないと清掃清潔もそうですけど、ホコリだらけなところにねお客様も呼べないですし、自分たちも気分が悪いですしね。うん、そこでね、私は最後に 6S ってつけたんですけれども、最後の S、この 5S っていうのは整理整頓だから S が始まるんですけど、はい、6S はね、すから始まる4文字、英語と日本語一緒なんですけれどもね、よく使われている言葉なんで、なんか想像つきます？ S ですか？はい、戦争、あんまりわからないすみません。いえいえ、あの職場の中で、はい、まあ、整理整頓しなくちゃとかしつけしなくちゃっていうとちょっと顔が硬くなったりするじゃないですか。それにちょっと朗らかな顔が出るように。じゃあさて、その最後の 6S の S は何でしょう？するなんとかなんとかる、スマイルですか？そうです、よくわかった。すごいすごいねえ、あこさんもすごい可愛らしい笑顔ですけれども、はい、やっぱり笑顔ってお仕事一生懸命集中してると忘れがちなことがすごく多いんですね。ただそれを意識して笑顔を出そうとすると忘れないでね、そうすると例えばありがとうって言ってるのも笑顔と一緒にありがとうだって嬉しいじゃない。顔は怖いのにありがとうって言われても嬉しくなかったりね、はい、あとはそうね、あの一生懸命努力して、あのちょっと失敗しちゃったけれども、この失敗大丈夫で明日があるからねとか言われたら、なんかホッとして嬉しい感じになったりするでしょ、はい、うん、そういったようなスマイル、あの人との関わりで仕事してるけれども、その中でこう笑顔が出るような職場づくりを意識的に行うっていうのを、まず心に決めてもらったらいいかなと思います。なるほど。でもその、 あの 6S って、まあ、どういった時にそう必要になったりするんでしょうかね。例えばね、あの上司が部下を、はい、まあ、あの命令するって、命令管理って言葉があるんですけれども、はい、これをしてほしい、あれをしてほしいってありますけれども、怖い顔でそれを頼む時と、やっぱり君も大変だろうけど、あの頑張ってくれよなっていうちょっと笑顔で言われるのと、印象はどうですか？いや、全く違いますね、やっぱり怒られていってしまうと萎縮して、あの力を発揮できないなって思ってしまう時もあるので、うん、そうですよね。人は集中するとそういう笑顔を忘れちゃうことがある、で、あのやっぱり集中すると筋肉も緊張するので、顔ってたくさんの筋肉でできてるんですね、はい、それがやっぱり怖くなっちゃうんですよ。心は別に怒ってはいないのに、顔が笑顔を忘れてたら良くないので、あえて笑顔を作ろうっていう活動が 6S なんですね。なるほど、はい、笑顔大事ですもんね。
いやどうしても私もその仕事ってなるとすごい顔がこわばってしまって、うん、もう笑おう笑おうって思ってるんですけど、うん、なかなか笑顔が出なかったりするので、うん、やっぱ自分で意識的にこう笑顔を出すっていうことは大事なんですね、うん、そうですね、うん、あの意識的に出す場所、はい、あこさんだったらどこで笑顔チェックします？私だったらそうですね、人に感謝した時、うん、あとは面白いことを言った時、うん、あとはやっぱりあのよくできて褒められた時とかですかね、うん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 、あとあれです、あの挨拶とか、うん、あとはやっぱりそうですね、人を褒める時とかでしょうかね、うん、ねそうですよね、はい、でやっぱりこう褒め慣れてたりあの笑顔を出し慣れてる方って笑顔っていろんなところで笑顔を出せるなって今ね、うん、言っていただけたけれども、あの常に笑顔を出す習慣がない方って笑顔をどこで作ろうかって結構こわばったりするのね、はい、そういう場合はねやっぱりお手洗いで、あのカメラ、あのごめんなさい、カメラじゃなくて鏡があるじゃないですか、はい、お手洗いの鏡でね自分の顔が笑顔かどうかっていうのをチェックするといいと思いますよ。なるほど。じゃあ出勤前とか私も笑顔作りからやってから朝早くおはようございますという感じで出勤者しようと思います。あのやっぱりね筋肉がこわばってると、はい、やっぱり心の緊張状態が顔の筋肉にも出るでしょ、うん、逆に言えば顔の筋肉を緩めて笑うってことをすると心も楽になるんですよ。だから心を楽にするためにも先に笑顔をちょっとあの鏡の前で調整するっていうこともいいかなと思います。わかりました。じゃあやっぱりスマイルはとても職場ではとても大事ということですよね。そうですね。でもねあの何か面白おかしく仕事をしようっていうスマイルではなくって、やっぱりいい仕事、あのすごい苦しかったけど仲間と協力し合いながら共に汗を流せたっていうとよかったねって言ってもう心から出る笑顔ってあるじゃないですか、はい、そういうのをねゴールにしてもらいたいなと思いますね。なるほど。では感謝のスマイルということでしょうか。そうですね。あとはあの仲間と一緒にできた喜びですよね、安心感とかね、はい、そういうスマイルかな、はい、なるほど。ではそのスマイルなども生かしつつ皆さんの職場でも気をつけてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。安全スタッフは労働災害防止と企業の健康づくりをテーマとした月2回発行の専門誌です。読者専用サイトではウェブ上で本誌を読むこともできます。私もよく安全衛生についてセミナーをするんですけれども、この安全スタッフ、この雑誌おすすめです。やはり0歳を守り抜くためには継続管理とても重要だと思うんです。そのためにもこの本を読んでいただいて0を守り抜く気持ちや、あとは全員参加、職員の方全員参加で安全を守り抜くんだということ、そして安全の先取りですね、そのためにも常に常に更新されるこの新しい安全スタッフから知識を得ていただきたいなと思います。詳しくはホームページをチェックで。